もしもし、のりこですけども、また後で連絡いたします。もしもし、もしもし、あれ、もしもし、のりこ、タカ子いたの？うん。どうしたの？最近ね、すごくね、うん、いたずら電話っていうの、うん、ああいうのが多いからね、今ね、こういう風に留守番電話にしちゃってるんだ。へえ、使える留守番電話あるんだ、いいね。すごく便利だから、うん、のりこも今度変えてみたらどう？もしもし、はい、のりこは今出かけていますので、メッセージとお名前を発信音の後に入れてください。ポーン、あなたいるんでしょ？ねえ、いるんでしょ？たか子です。いないんだったら自宅にいるんで、もしもし、やっぱりいるんだな、あなた。タカ子、もしもし、あのね、留守番電話待ちすごい多いからね、うん、そういう方式のにしたの。ねえ、何の留守番電話にしたの？え、どこの？ソニーの？そう、最新。どういう機能がついてるの？ね、じゃあね。タカ子、電話しといて。今何か感じてる？コカ・コーラ爽やかテイスティーハッピーソー。テレビの鏡テレミラーがパワーアップしました。ぐーんと比べやすくなって、メガネ選びがよりスムーズスピーディーにできます。全然違うの。金が入ってるの。ナプキンに？そう、金。包み込むの？サイドガードのついた新しい形のナプキン、ウィスパープラス。この羽がショーツを包み込んで嫌な横漏れを防ぎます。すごいアイデア。サイドガードもあのドライメッシュシートでよりドライ。包み込むの？サイドガードだ。なるほどの形でしょ。サイドガードのついたウィスパープラス、新発売 P&G です。真っ青な夏空の下、明日に向けて一つの家庭と一つの命が生まれようとしていた。ドラマ明日、8月9日火曜日夜9時2分の放送です。今地球上で2秒に1人の子供が飢えて死んでいます。今年の24時間テレビ8月27日5時からです。皆さんの参加待ってます。24 hour TV愛を信じているロンリー。